ロダン温泉は、台湾南投げ県仁愛号聖栄村にある温泉。東羅湾系と、馬系、牧系の交点に位置し、海抜1300メートルと台湾で、最も標高の高いところに位置する温泉街である。台湾民主化後に発生した温泉ブームの中で、天下第一線と呼ばれ、人気を集めたが、 2008年に発生した水害で大きな被害を受け、温泉街自体が山崩れに巻き込まれる可能性があるとして、南投げ県政府により温泉街の廃止と住民の移転が進められている。無職無臭で、抑揚、引用が可能な炭酸水素塩泉。泉。温は約58度約98度。pH6 から9。 炭酸イオン約 455ppm、ナトリウムイオン約 328ppm。ロザン温泉の一帯はもともとセデック族マヘボ社の支配下にあったため、はじめはマヘボ温泉と命名されていた。マヘボ社は、武者事件の首謀者、モーナルダオが支配するシゲル社だったこともあり、観光地化は遅れ、温泉の本格的な開発が始まったのは九百四十年。 頃からである。マヘボ温泉は、温泉地の西側に見える、山の形が、富士山に似ていることから、富士温泉と解明され、明治温泉、桜温泉とともに、中部の三大温泉と言われた。1942年10月9日、農工軍の警察課長、豊福安がこの地を視察した際、この温泉を非常に気に入り、警察招待所を作った。 1950年に、時の相当、小解石がこの地を訪れ、周囲を山に囲まれた風景が、中国大陸の牢山に似ていることから、牢山温泉と改名した。小解石はこの地を気に、入り、別荘を建てたびたび訪れた。2008年9月12日、台風第13号、台湾名、森へしゃげ、かつ台風により多くのホテルが水没、倒壊するなど、 大きな被害を受け、翌年の88水害でも甚大な被害を受けた。2011年6月、南投県政府が温泉街を、現在地より 36km 離れた、堀チん復興里への移転を決定する。2012年5月12日、南投県政府が温泉街の廃止を告知する。同年6月には、再度水害で再び甚大な被害を受けた。 ただし2015年の時点では、まだいくつかの業者が、ホテルやレストランなどの営業を継続している。東羅湾系を超える吊り橋が温泉街の入り口となり、東羅湾系沿いに温泉街が広がる。水害の影響や、政府の廃止告知などの影響で営業を停止している、ホテルや商店も多い。ABC 鈴木広次第2007 P84 ABCD カルガンナクチンケイリン2016早期吉栄2007 P146 ABC チンカシワアツシ 2015&P104 AB 台北ナビ2015チンカシワアツシ 2015&P105 AB 旅名人編集室2008 P110 AB 旅旅台北2014鈴木博次大2007 P85 鈴木博士第2007 P86 から87ありがとうございます